こんにちは、私たち26時のマスカレードです。江島愛理です。クレスリンです。吉井美恵です。織美春です。現在ニジマス×ウィジー限定コラボとして寒い冬を温めるアイテムを期間限定で販売しております。グッズは2種類ございまして、1つが温かい飲み物を入れて温まることができるステンレスタンブラーです。めっちゃいい。温まるね。そしてもう一つはですね、ふわふわな手触りがたまらないフリースブランケットとなっております。包まれたい。でもどっちも使いやすいね。そう。いいかな。はい、私らも今回限定のグッズとなりますので、皆さんゲットして温まってください。お願いします。さらに今回のコラボを記念して、2020年2月15日土曜日に、都内で2月6日のマスカレードライブのアフターパーティーも開催します。こちらのアフターパーティーでは、その2月6日のライブダイジェストを皆さんで見ながらトークショーをしたりと、いろいろ盛りだくさんですので、ぜひ来てください。素晴らしい。やったことないから楽しみだね。楽しみだね。はい、当日は4人とのチェキ会もありますので、詳しくはウィジーのホームページをチェックしてください。4人とのチェキ会、いつものチェキ会。そうですね。いつものチェキ会があります。はい、よろしくお願いします。お願いします。以上、私たち26時のマスカレードでした。私たち26時のマスカレードです。はい、現在26時のマスカレードでは新メンバーオーディションが開催されております。はい、ミックスチャンネルにて審査を行っております。頑張っている、参加者の皆さんを、皆さんぜひ応援してください。よろしくお願いします。お願いします。以上、私たち26時のマスカレードでした。バイバイ。私たち26時のマスカレードです。アットジャム ×GFO クリスマスライブ2019、無事終了しました。イエイ、ありがとうございました。沖縄めっちゃ海が綺麗だね。全国沖縄っぽく音もね、音もすごい中華なんですけど、あのね、すごい綺麗な海をバックにライブできたりとか、すごい今までとは違った沖縄のファンの方もいらっしゃったので、なんかすごい新鮮な気持ちでね、イベントできて楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、年の仕事納めというかライブ納めだったので、まあ、良いお年をということなんですけれども、次のライブは1月2日の NPP でございます。まあ、年明け一発目なので、皆さん楽しみにしていてください。お願いします。以上、私たち、よいしょ。間違えた。